夢中は、中華民国の軍人。字は、軽白。教師の家庭に生まれる。1919年8月、保定陸軍軍艦学校第9期付評科に入学し、1923年8月に、卒業した。最初は、直令派のご配布に属したが、給与未払いに行き通って間もなく、ここを去る。ついで、四川省で、四川軍指揮官。 竜夫ミテルの上上軍事教官を務めたが、1925年に、辞任して帰郷する。1926年、夢中は、長総生率いる自家路連根軍に加入し、団長にまで昇進したが、部隊の維持費を供給されないことに失望してゲアした。1927年、呉の下にいた時の上官であった、ウ・マナぶ中が、人意軍、第二十軍軍長となっていたため、 これを頼り参謀として起用される。翌年6月、無は東北保安司令長官公所参謀所長に昇進した。この時期に、町総省が再起を図って、週に軍を集結させ始めると、長学寮の命でうと、無はこれを即座に包囲殲滅している。間もなく長学寮の歴史により、うと、無は国民革命軍に加入することになった。 1930年8月、夢中は、東北陸軍、第23旅上皇参謀長に任ぜられる。同年9月、中原大戦で、小解析指示を打ち出した、長学良の命で、第23旅は、北平に駐屯する。1932年春、第23旅は、独立第14旅と、番号変更されたが、そのまま無は、上皇参謀長を務めた。 翌年、独立第十四旅は、第百十四市に昇格し、無はそのまま、同志参謀長となっている。同年夏、第六百七十九段団長に任ぜられた。1935年六月、馬奈部中が、河北省政府主席を免ぜられて、甘粛省政府主席に移動すると、無もこれに随従する。1935年八月、無は、 第114市少々市長に昇進し、先制省北部の工軍包囲に参加した。翌年12月の西安事件にも、長学領やうに従って参与している。日中戦争勃発後、夢中は、助手海戦に参戦し、日本軍と激しい戦闘を繰り広げた。1938年7月、第51軍副軍長に昇進した。 同年8月から武漢海戦に参戦している。翌1939年3月、第51軍軍長に昇進し、同年9月には三島省政府委員にも任せられた。1942年1月、三島省政府主席に昇進し、同年8月には国民政府行政院推理委員会委員も務めている。1945年1月、 第十戦区副司令長官に昇進し、6月には陸軍中将区組を授与された。日中戦争終結後、夢中は第2水税区副司令官に任ぜられたが、1948年9月、災難戦役で中国人民解放軍に敗北して捕虜とされてしまった。中華人民共和国建国後は長期にわたり、思想改造を受け、1966年4月に、 ようやく特赦されている。特赦後は中国人民、政治協商会議全国分子繊員に任ぜられ、1975年5月、政共三党省秘書書繊維となる。1977年12月、政共三党省委員会委員に任ぜられ、翌年には同委員会第四期常務委員に選出された。1980年、中国国民党革命委員会に加入している。 1981年3月12日、食道がんにより逝去。去年84、ありがとうございます。